三二。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、この番組ではもちろんですがメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日がメンヘラ城第60回の収録となっております。いいですね。はい、夏美さんが先週申し上げておりましたように節目、はい、はい、なんかちょっとよろうちょっと嬉しくなる、そうそうそう、はい、10回のね刻みはね刻み、はい、なんか頑張ってるなって実感ができる回となっておりますが、うん、はい、先週に引き続き、うん、なんていうかな、2本撮りっていう形ではあるんですけれども、はい、まあ、まだ僕らは現時点では11月6日月曜日におりまして、うん、はい、これをリアルタイムというか、はい、聞いてくださってる方は、はい、いつもの放送時間でお聞きいただいている方は、うん、11月の20日20日、もう11月も後半にね、うん、なっていて20日はもうちょっとぐらい涼しくなってくれてるかな。そうだね、ちょっと涼しくなってくれてないと、うん、もうちょっと、うん、暑がりのね、我々はちょっと大変だもんね、うんうん、いつまでもクーラー切れないよな。そうね、はい、こっちもクーラーね、あのいつもさ26度か25度だわけ。あ、そう、スタジオ、このスタジオね、スタジオがさ、はいはいはい、だけどさ今日さ23度まで下げてやった、歩いてきたからかな。なっちゃん汗かいてたもんね。下げてやった、はい、まあツイキャスでご参加いただいている方もね、うん、まあ今日はトークテーマも先週と引き続き今年中に達成したいことで、お話しさせていただきたいと思いますので、はい、もしねこの後のコーナーで、はい、今年中に達成したいと、うん、今ね、うん、頑張っていることだったり、もうまだ間に合うとこれからでもいけるぜってやろうと考えていることとかあったりしたらね、うん、あの教えていただければなと思いますので、ですです、どうぞよろしくお願いいたします。うんうん、で夏美さん、はい、ツイキャスの方は今どうなんですか。ツイキャスの方はですね、はい、あのですね、ロアさんが60回パチパチって、あ、ありがとうございます。ペーターさんもおかえりって来てます、ありがとうございます。沖縄大好きさんした、はい、お、ありがとうございます。下げてやったって、クーラー下げてやったってことを笑ってるね。うんうん、ロアさん、いい夫婦の日が近いねって。あ、そうですね、そうですね、あ、いいじゃんいいじゃん、ベストオブ夫婦を目指すか。どうなんだろうね、まあできるだけ仲良くやっていけたらいいなと思いますので、そうですね、はい、では本日も短いお時間ですが最後まで、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、やいのやいのやいの、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では早速ですが本日のトークテーマ、はい、先ほどもお話ししましたように、うん、先週に引き続き今年中に達成したいことでお話を、はい、させていただきたいと思います。はい、うん、先週ねいただいてたメッセージもあの紹介しきれてないのがありましたので、はい、今回お礼読もうかな。はい、読みます、うんうん、じゃあ私は詳しくしてますか、はい、夏美さんはあのツイキャスの方を、はい、あの何か届きましたらまた教えていただいて、ちょっとメッセージの方から読まさせていただきますね。はい、うん、はい、メンヘラネームテルさんより、はいはい、テルさんありがとうございます。はい、12月半ばに行われるサーティファイエクセルの
3級試験に合格することが年内の目標です、うん、2年半ぐらい前から生活訓練施設で勉強を始めたのですが、体調不良で何度もプログラムに参加できないことがあり、試験を受けるほどの実力を身につけることができずにいました、うん、ですが今年は比較的体調が落ち着いており、まさに今日から、うん、この収録日の今日からってことかな、うん、11月6日から、うん、12月の試験に向けた試験形式の対策プログラムが始まります、うん、現状なんとか合格点がもらえるぐらいの実力を身につけてきてはいるのですが、うん、関数を度忘れしちゃったり曖昧に覚えていたりするので、この1ヶ月でなんとか完璧にしたいですとのことです。うーん、はい、何の試験？スティービファイ？サーティファイエクセル。サーティファイ、うん、サーティファイエクセル。俺もあのサーティファイが何か分かんないんだけど、実はあの俺も3級試験をちょうど2年前ぐらいに取ってて、 あれかコンパソのあれか、パソコンか、パソコン、パソコン、パソコンのエクセルの試験よね。ああそうなんだ、うんうんうん、そうなんだ。まあ比較的初級ではあるんだけれども、難しそうじゃない？でも私機械音痴だからパソコンとかも、うん、もうわーってなるけど、うんうん、エクセルはね、でもやってたら面白いよ。うん、うん、健太さんはね、あの出身が商業高校の情報処理科出身だから、うん、このサーティファイエクセル3級受けたのが、俺もあのテルさんとねはね同じ、うん、あの生活訓練施設に通ってたんだけど、うん、その時に俺もまた勉強し直して、うん、高校時代のことを思い出しながらやって、なんとかね、うん、満点で合格を、すごい、はい、優秀な成績を収めて、すごい。じゃあ、はい、今度夏美さんにも教えて、あの何だった、手取り足取り肘取りみたいな。肘は取ってもな、すっごいタイピングしにくいと思うんだけど、うん、はい、だからテルさんもね、うん、テルさん確かね、龍大出身なのよ。いやすごいじゃない、うん、だから地頭はすごくいいはずだから、地頭、うん、勉強すればすごく、うん、まあ俺なんかよりねすぐ習得して100点満点でいけるんじゃないでしょうか。頑張ってください、頑張ってください。はい、では続きまして、はい、メンヘラネーム鶴次郎さんより、あ、鶴次郎さんありがとうございます。はい、鶴次郎さんですね。今年中に、うん、今ハゲがイケてる、うん、を流行させて、うん、来年は丸刈りがナウい年にする。これが今年中に、今年中にやる達成したいこと、うん、ちょっとふざけてますね。辻郎さんはもう辻次郎さんは ね、まあこれ丸刈りがナウい年にするって言っちゃってるじゃん、うん、今時ねナウい年にするって言ってるやつがさ、うん、流行を作れない。そっか、ナウイって昔健太さんそう思うな、結構前に、うんうんうん、今時ナウイって言ってる人がね、最先端にはいけねえぞと、流行は作れない、うん、残念ながら達成できません鶴次郎さん。はい、お疲れ様でした。いや厳しいな健太さんだ。厳しい、はい、はい、ではツイキャスの方はいかがでしょうか。ツイキャスの方、はい、ね追い切れてません、ね、うん、ごめんなさい、沖縄大好きさん、FM ギノワン夫婦特別賞とかもらえそうですね。そうっすなって。で、エクセル、僕も工業高校でやりました。うん、ああ、本当。難しいでしょう、やっぱり。うん。うん。私、できる気がしない。数字もできないし。そうだね。でも、数字できなくても。数字は関係ない。いや関係はあるんだ。数字、まあ、なんていうのかな、文字とかね、うん、英語を。英語というかね、アルファベットとのにらめっこにもなってくるから、そうなんですね、そう、この数字でこの関数を使って出した数字が合ってるかどうかを判断するのもやっぱりちょっとちんぷんかんぷんになるんじゃないかなっていう気がするな。うん、うん、できる人に任せればいいんだよ。そうだね、うん、じゃあ続いてロアさん、はい、私の今年の目標は、はい、小友恵
小橋マラソンが、おそらく最後だったので終わってしまいました。ちなみに小橋ハーフマラソンか、ちなみに中間制限地点を時間内に通れなかったので、途中リタイアでした。あーそっか、惜しかったね。そっか、惜しいね。じゃあ走るの好きなん走るの好きなんだ。運動が、ね、運動が好きなのかな、うん、そういう意味では先週放送した、なんていうのかな、今年の目標をダイエットにしてますっていう、何キロ落としますっていう人たちはね、ロアさんを見習って歩き歩きからスタートして、ウォーキングからスタートして、なんかハーフマラソンにでもね挑戦できるぐらい、あのシェイプアップできたらいいと思うんだけどね。まあ俺もそれは言えることなんですけど、いや本当私はねマラソン走る気がなくてですね全然できなさそうですよ。ケンタさん今あのこうやってちょっと太ってさ、もう90キロもある体型ではあるんだけど、あの駅伝部のキャプテンやってたことがあって、走るのは得意なのよ。駅伝部ってみんな細いイメージ。だから細かったよ俺。うん、あの体脂肪率とかも一桁台だったし、はいはい、すごいね。野球部で、はい、ちゃんとピッチャーもやってたんで走り込みもよくしてましたし、へえ、はい、でもやっぱりね、そうやってなんていうのかな、ストイックな生活といいますか、してたらやっぱり世に出た時にね、うわ世の中ってこんなに美味しいものいっぱいあるんだってなってね、たくさん美味しいもの食べてるうちに、美味しいものたくさん食べたね、食べてるうちにパチンコにもハマっちゃって、はい、だらしない生活を送るようになって今になってますね。ちょっとこれは改めないといけないところですね。はい、もう年齢も年齢、40代にちょっと片足突っ込んできてるんで、そうね、さっき言ってたあの成人病にあのポンポンされないようにっていうことよね。成人病ってね、あ、まあそっか、成人男性がなるから成人病か。いや成人の大人がなるからや、男性じゃないわそっか女性でもなるわ、そっか、成人女性もなるか、成人男性に限らずか。ケンタさんどうした？いや今ちょっとね寝不足気味でね、頭があんまり働いてないんですよ。今ちょっとなんか萌え萌え金を狙ったとかじゃなくて、そういうことじゃないです。はい、ではあの夏美さんの今年中に達成したいことも聞いておこうかな。あ、夏美さんの今年中に達成したいこと、はい、あの X でも X したんですけど、 X で X したわけわからんかX はポストしたって先週教えたでしょ、ポストポスト、はい、X はポストです。ポスト X でポストしたんですけど、はいはい、あの漫画、私書いた漫画を書くのが趣味っていうかあるんですけど、片言みたいになってたけど、私書いた漫画私書いた漫画があるんですけど、夏美さんが書いた漫画がね、精神科病院に、番組でも何回かあの説明紹介してるけど、うん、夏美さんは入院中の体験談とかを、体験したことを漫画に書き留めてるんだよね。そう、それで解離性障害っていう病気とかを、病気は私がそうなんですけど、それを、あの知ってもらいたいっていうことで書き溜めてるのは、ね、理解してもらいたいわけじゃなくて、あのこういう、あくまでもこういう病気がありますってことを知ってもらいたい、こういう病気があって私はこういう症状がありますだったり、そうで私はこう生きてますみたいなのを言いたくて、それで漫画を書き溜めていって言って、それをあの健太さん説明してもらっていいですか？俺が代わりに夏美さんの今年度中に達成したい、今年中に達成したい。いやいや、待って、自分の口で言うわ、はい、何だったっけ、ほら、文化振興会の県のね、県の沖縄県の文化振興会、まあっていう横文字で言うとアーツカウンシルっていう、まあ、団体と言ったらいいのかな、文化振興予算っていうのがあって、そこから、今年の頭ぐらいにそれに応募したんですよ、はい、あの予算をいただけないかということで、知人からね、たまたまあのこういうのがあるから夏美さんの漫画これでちょっと自費出版してみない、みたいな形で、ね、やってみたらいいんじゃない、っていうので、ちょっとそこにあの応募したら採択されちゃって、そうその事業を今年中に終わらせないといけない、終わらせないといけないんです。で先ほど健太さんは寝不足だと話しましたが、はい、そのなんていうのかな、夏美さんが書いた漫画を、はい、沖縄語と英語
版を出すんだよね、うん、品口版と英語版を、英語版それをあの翻訳者さんにお願い、うん、依頼して翻訳していただいて戻ってきた原稿を僕が、うん、あの入力し直すというか、うん、調整してね、文字とか、ね、吹き出しとかにね、うん、入れていく、ルビを振っていくとか、うん、そういう作業をやってて、うん、これが結構時間かかって、そう時間かかる、はい、ね、あれちょっとね頭すごい使うね、パタパタしてますね、うん、はい、それを夫婦でね今年中になんとか終わらせようって頑張ってるところだ、ね、そう一回もう片足突っ込んで手を染めたからにはやりきらねばならんということそうね、うん、あの予算もいただいてるわけだからね、うん、はい、ちょっとそこ頑張ります、うん、で出版というかね、まあ、あのインターネットで展開している、うん、自費出版のサイトに依頼して本を作るんですけれども、うん、まあ、できた本はね一冊ずつぐらいはもしかしたら FM 技能アンさんにも置かせてもらうかもしれないので、うん、もし、聞いている皆さん FM 技能アンにね遊びに来ることがあったら、うん、手に取って見ていただける環境を整えることができるかもしれない、整えられるようにね、うんうん、僕らもしたいと思ってますので、はいはい、よかったらよろしくお願いいたします。お願いしますです、はい、ではこちらここからは、うん、楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのはカラフィナで簡単カタン、どうぞお聴きください。おお、はい、はい、ツイキャスでいいですか。はい、お願いします。いっぱい来てます。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、高穂さん、トライすることが大切ですよ。うん、楽しんでやることだと思う。もし楽しめたなら OK ですよ。お、うん、そうだね、うん、そうだね、楽しんで何でもそうかもしれないね。まあまあね。ロアさん、よく旦那とマラソン出てました。もうハーフマラソンは出ません。わらわらそうなんだ南部トリムマラソンとかはどんなかな。 あれはハーフマラソンじゃなくて、ね、10キロとかだったら走れるはずだけど、でもしかしたら出たことあるかもしれないね、うん、そうかもね、うんうん、沖縄大好きさん、僕はもともと体力が全然なくて走るのが苦手っす。部活、あ、そうなんだ。部活はしてたけどそれでも体力がなくてって。うーん、体力ないね。私もないね。私のなさ びっくりするぐらいね。だってさ、だってさ、何年か前にさ、うん、あのジムに通うって言ってからさ、はい、超何年か前だけど、はい、ジムに通う時の、 あの体脂肪とか初め測るじゃん、こういう、はい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 、こういう体重計の持って、うんうん、そしたらさ、体の半分が脂肪だったみたいな感じの、そういう現象が起こってさ、まあびっくりしましたよね。それ体力のなさとどうつながってくるんだって話ではあるんだけど、でもほぼ脂肪だからさ、筋肉がないみたいな。あ、まあまあ、筋肉イコール体力じゃないの。違う、うん、違うか、う、違うらしいです。はい、はい、高尾さん、私は若い頃持久力なかったです。うん、でもトレーニングで鍛え上げてきました。お、素晴らしい、うん、なので完走したいのでしたら少しずつトレーニングしていけば達成できますのでやってみては。お、うん、マラソンね、俺もちょっと走ってみたい気持ちはあるんだよね。でもケントさん何気にそうね、走りたい感じ。那覇マラソンとかね、うん、あの金浜さんと一緒に出たらいいじゃん。どんどん呼んでいってください、時間もあれなんで。あ、はい、すいません。沖縄大好きさん、寝不足なんですか。僕の肘、膝、どっちだろう。履いてますで、グッケンタさんって。肘は着てたら俺、沖縄大好きさんと何添い寝本当にする形で。膝も気持ち悪いけど、肘はもっとなんか男性2人で。これどっち読むのこれ。膝だよ、膝。膝なのか。膝か、すいません。膝枕だよ。はい、埼玉の郷さん、自宅着きました。今夜は鍋と島です。あ、いいね。なのでまたねーって。あー、お疲れ様です。お疲れ様です。ロアさん。あの本ね、夏美さんの本ね、うん、ぜひ見させていただきます。はい、あ、ロアさん、平和トリムの名前に変わった1回目に走ったことあります。あ、そうなんだ。今平和トリムって言うんだ。平和トリムマラソンってこと、うん、平和トリムマラソンって聞いたことないか。ないな、どないやごめんなさい。沖縄大好きさん、マラソンか、挑戦したいけどまずは体重から落とさなきゃ。でないとどっち、肘も痛めます、膝かな、膝も痛めますし。うん、ペーターさん、体脂肪 50%、 体が重いと思いませんでしたか。もうね、あのいつでも重いからね、あんま重いと思ってなかったですね。いつでも重いから、もう重いと思っちゃったら、うん、重かったのかもしれない。
大好きだ。肘ちゃう膝。肘。あ、全然感じ違うじゃん。違うよ。え、全然感じ違う。すごい。お、すごい。あ、膝、肘、覚えます。うん、ありがとうございます。うん、ツイキャスいっぱい、ありがとう。はい、ありがとうございます。ね。うん、では、戻ろうかな。はい。はい。はい、お聞きいただいておりますのはカラフィナで簡単カタンでした。はい、はい、こちらは6年前の2017年に発売された、うん、カラフィナの21枚目のシングル百花繚乱のカップリング曲で、うん、こちらも先週紹介したあのフィクションジャンクション優香さんのブレッシングと一緒で、うん、何かのアニメのタイアップ曲になってはいない楽曲なんですけど、うん、こちらも大好きな一曲なので紹介させていただきました。うん、で残念なことにね、はい、このシングルがこのカラフィナのラストシングルにちょっとなってしまって、うん、もうこの3人の解散しとったハーモニーが聞けないっていうのがねちょっと残念なんですけれども、うんうん、有名なところで言うとね、このカラフィナは先週紹介したフィクションジャンクション優香さんと、うん、このカラフィナさんは、うん、同じ作曲家が曲を提供してる、うんうんうん、活動してたグループなのよ、それぞれ、うんうん、全く同じ、作曲家さん梶浦由紀さんって言って、うん、鬼滅の刃の映画、うん、無限列車編のホムラって歌ったさ、リサが歌ってた、うんうん、あったあった、うん、あれの曲を作った人でもございました。へー、はい、では、なるほど、はい、楽曲紹介のコーナーでございました。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングだ、はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今日は今週か、今週というか今週は先週に引き続き2本同じテーマ、今年中に達成したいこと、うん、はい、で2本撮りでちょっとお送りいたしましたけれども、うん、はい、まあ今年中に達成したいことでね、うん、まあ健太さんもそうね、このテーマ考えておきながらね、俺が毎週一応テーマ考えてるんですけど、うん、自分で思いついておきながら、うん、俺特に今年中に達成したいことねえなってなんか聞いといてみたいな、今日収録で何話そうかなって考えた時に思い出したというかね、なんか、うん、あれなんかね、別に俺目標を持って今年生きてなかったみたいなねところがあって、なんかちょっと寂しくもなったんだけど、寂しくなった、はい、とりあえずまあ先週も話したようにダイエットはもう諦めてますと今年はな、はいはい、ただ、うん、そうね、なんとか、まあ、今からでも、うん、まあ無駄な抵抗になるかもしれないけれども、うん、ダイエットというよりはね、ちょっと筋力を、うん、運動を本当にしなくなってるからさ、筋力をちょっとつけようかなと思って、うん、今日からね、腕立て伏せ、腹筋、うん、スクワット、今日からはい、明日からにしたら今日からやります。この後帰ってからやります誘惑、はい、10回の3セット今日から少なくとも休まず年末12月31日までは続けて、で継続して来年をもう続けて、うん、そこから来年の目標もとりあえず体重を70キロ台にうん、っていうのを目標にやってみようかなと思います。うん、はい、まあ、無理しないでね、うん、はい、頑張りますありがとうございます、はい、なんか履けなくなったズボンとかあるからさ、あ、ちょっと悲しいんだよ、本当、うん、夏も多い、そうそう、なんか首元がねちょっときつくなってきたシャツとかね、ボタンがちょっと一番上締めると苦しい、ちょっとなんか、うん、ちょっとこれ苦しくなってるなっていうのが出てきてるんだね、うんうんうん、ちょっとこれ死活問題なんでね、そうだね、はい、
なんとか、はい、今日から腕立て腹筋スクワット頑張ります。腕立て腹筋スクワット、はい、じゃあそれを見て監督してやってなかったら、うん、アウツってやるよまた。そうそう、だから監視しといて、うん、俺がサボって一日でもサボったら、うん、もうこのラジオで暴露してやる。暴露しちゃって、はい、もう行ったからにはやりますんで、うん、はい、なんかそういうのでもしないと、ね、多分来年痩せれんなと思ったから、はい、頑張りますよ、はい、じゃあやるんだね、すごいね、やるよあ、ジーキュース来てます。はい、ロアさんはケンタさん目標ないんだってことで、ないんだって笑ってますよ沖縄大好きさん、僕は太ってから体が硬くなった、いや、いつもより硬くなった。あー、わかるわかる、体硬くなった。俺もそうそう、体硬くなったよ。なんていうの、こう、広域、動く範囲が狭くなったみたいな感じかな、うんうんうん、あー、夏美さん、健太さん、サボったら一緒にビリーズブートキャンプあれしんどいんだよな、しんどいね、はい、では本日のメンヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ツイキャスありがとうございました。お疲れ様でした。寝ろ。長い。長いことお付き合いいただき、長かったね。ありがとうございました。うん、はい。ロアさんはあれだ、走った後だから筋肉痛が今ひどいって言ってる。そうね。きつくなるよね。ね、ちなみに好きさんもお疲れ様でしたって。はい、ありがとうございました。ペーターさん寝ろと。ありがとうございました。なんかもうちょっと何かにぶつかるな、私は本当に自分の幅をよく分かっていない。ありがとうございました